夜ですね。そういえば昨日はいつもの日課をやっていなかったな。へえ、何かやってたの？星に一日の出来事を報告していたんです。そして明日も平穏に過ごせますようにってお願いをしていました。昔それを教会でやっていたらシスターの方に褒められて、シスターの服と十字架のお守りをくれたんです。笑っちゃいますよね。神様じゃなくて星にお祈りしてるなんて。それ、誰から教わったの？教わってはいませんね。なんでしょうか。星を見ていると心が落ち着くんです。私が暴走して嫌なことがあっても星を見てたら不思議と気持ちが楽になったんです。だから私は自分は不幸じゃない。幸せなんだって、みんなの前で笑顔でいられて、毎日が楽しいって思えるように星に祈っていました。星読みの天の絵一族の血なのかしらね。天の絵の中でも本当に優秀とされる星読みをする天の絵一族の娘だから本能で星を見ると何かを感じるんでしょうね。もしかするとこの子の能力もそこから何かヒントを得ることができるかも。レイカ姉さんなら何かわかったのかな。それにしてもこの紫陽花、すごく綺麗ですね。ここはもう天の絵村よ。案外正規ルートよりの道の方が近かったのね。意外だったわ。ということは、ここが私の生まれ故郷なんですね。ええ、もう建物とかは全部壊したから本当に何もないけど、ここが私やあなたの故郷よ。気をつけてね。ここはもう電気とか通ってないから。わかりました。なら良かったです。今日はこんなにも晴れているおかげで星たちが私たちを導いてくれます。そうね、あともう少しよ行きましょう。久しぶりに来たからかなり荒らされてるわね。それに嫌な雰囲気。ここが、天の絵一族の墓ですか？多分だけど、世界テロで荒らされたのね。本当にひどくなってる。本当どこまで天の絵一族を食い荒らせば気が済むのかしらね。嘆かわしい。そう、なんですね。共同墓地、おそらく私の両親もいろんな方と一緒に眠っているはず。だとしたら両親にだけ挨拶するのは難しいのかな。それじゃあ行きましょうか、かなでさん。え、どこにですか？両親の墓に、行ったでしょう。あなたは天の絵の中でも特別な一族。あなたの両親はちゃんと本来の墓に入れてあるわ。ここの墓はね、本来なかったものなの。これらは私と姉さんが作ったもの。だからどうしても綺麗にはできなかったのだけどね。共同墓地に入っているのは身元がわからなかった人たち。身元がわかってる人はちゃんと家族同士にしてお墓を作ってるわ。そうなんですね。よかった。それではお願いします。いやあ、っとくたか、待ちくたびれた上にこんな不気味な廃墟の墓地に行かせられたら目的前に俺の精神が飛んじまうとこだったわ。で、どっちが天の絵かなでだ、それでどっちが世界三教の天の絵放火だ。先に名乗っておけよ、後から俺の責任にすんなよ、自己責任だ。この私の足が含んで変な汗が出るほどのオーラよ。間違いない。こいつ、悪神教だ。しかも公爵かそれ以上。お前は誰だ？相手に名乗らせる前に自分が名乗るのが普通でしょうが。ありったりだね。王道って感じだ。もう世界は王道にやってるんだ。退屈なんだよ。もっと意外性が必要だと思わないか。正義であるお前が無様にやられて、世間で悪とさせる俺たちが勇敢に勝つ。そんな話を俺のファンはいつも求めている。この世界は正義にやったんだ。主人公やヒーローが勝つなんてお話は求めていない。お前らはもう必要ない。答えになってないわよ。会話のキャッチボールもできないのかしら。つまんないね、正義感の強いやつは。悪魔信仰教団、第三司教、ファサボの使者、シルロッテ、バーナロ。くらいは君主。お前らが怖がって手を出さないチーター、地球防衛軍。君主クラス、タイマンでは初めてね。聞いてはいたけどまさかここまで別格だとは。公爵クラスが可愛らしく見えてくるわ。上等よ、正義にあったへそ曲がりのファンに教えてやらないとね。よっぱ、こんなもんなの、三教って。たった一撃のコケ調べで浮かれるんじゃないわよ。君主も可愛げがあるじゃない。いやいや、弱いって。よし、その点に欲しいわね、切れば。他の個性にちゃちゃ入れてんじゃねえよ、おばさん。君主が神ができるイカれた奴はいないからな。お前みたいな万人受け身は同情するぜ。は、そんな神でしか個性や自分を主張できない奴の同情なら気にもならないところか。そうならなくてよかったって安堵したわ。こいつ、バカみたいなオーラ量を出してるって猫だしね。私の矛盾がギリギリ発動している程度。まあ、これだけオーラで空間ごと充満させたら相手の使用するオーラ量なんてわからない。フェイント狙いか。気持ち悪い。なんかひどい車酔いを受けてる自分。かなでさんがもう限界か。早く別の場所に移さないとこのオーラアップで倒れてしまう。それにこいつ、誘拐
私が目的にだよな。いやあ、どしたか。待ちくたびれた上にこんな不気味な廃墟の墓地にいさせられたら目的前に俺の精神が問いじまうとこだったわ。まさか私は、考えればすぐにでもわかるだろう。こんな奴電車にいたら嫌でも目につくだろう。ということは電車爆破をしたのはこいつじゃない？こいつは言葉通りずっとここにいたならこいつの役目は、まずい。こいつの狙いは私だ。そしてこのオーダはおそらく仲間への合図。これだけ存在感のあるオーダだ。どんなに遠くても方向くらいなら簡単にわかる。さすが世界最強。これだけの攻撃を仕掛けても平然と立っている。面白い。このオーラを感知できたら遠くであいつがオーラの合図を出すだろう。そしたらこんなバカみたいな戦い方やめて、さっさとこいつをいたぶってやるよ。さあ、ベテラマ、さっさと合図をしろ。さっさと目の前の産業を壊させろ。くそ、今の時代でまさかこんな森の中で戦う羽目になるか。文明が発達したっていうのに。電波も圏外、監視カメラなんてもってのほか、機械は使い物にならない。そう、もっとオーラ探知の練習をしておくべきだったな。こうも広範囲で気配を隠されたり、一般人程度の気配だと自然の気配と同化してわからない。シルロッテには先に山の江村に待機させてる。うまくいっていれば現地に到着したターゲットたちと鉢合わせしているはず。だがシルロッテだ、実力は確かだが、バカだ。ちゃんと着いたかの連絡もないし、俺っちのことまで気を回すかどうか。敵を伺いながら、仲間側も疑わないといけない。嫌な仕事だぞ本当。まだまだしい気配、シルロッテか。よし、ちゃんと俺に気を使った。このまま俺もオーラを出して返事をすればシルロッテは遠慮なくターゲットの護衛と戦うことに専念できる。受け取れシルロッテ、お前は天の絵放火を殺すことに専念しろ。そのためだけに呼んだんだからな。うっ、でしょ、もう一人の降車か。それ以上最悪だ。オッケー、把握したな、ベテラマン。それじゃああとはここまで来い。俺がこいつと遊んでる間にそのもう一人の女を好きにしろ。さて、チェックメイトといっか。気配が消えた。なんだ、さっきまで感じた自然の気配も、シルロッテの気配も、全部、一瞬で。誰だ？行かせないよ、この先には絶対に。言ってたか。しっかり死体を確認しておくべきだったな。そうだね、相手の最後を見届けるまで油断しない。戦場では当たり前じゃないかな。自分自敗で逃げてたから一般人含めてもぬけの殻だったけど、周りの気配が失った。確かこいつは大会のデータで空間を歪めていたな。その応用で気配を完全に遮断したってことかよ。この森の中だからな、気配を遮断すれば迷う可能性がある。考えたな。あなたをここで絶対に止める。絶対に逃がさないから。移動中に結果の気配を弱々しいけど感じた。まだ数十分は時間がかかるかもだけど、今なら結果が放火に合流できる。結果がそのまま奏を保護すれば、守る戦い教えられなくて済む。それだけで形勢はだいぶ変わるはずだよ。絶対に行かせない。とりあえずここまで運べばいいだろう。起きろ、糸はもう取り除いてるから自分で動けるだろう。やや、学校。幼児対抗？ふざけるな、寝ぼけんな、恥ずかしくないのか。私を助けてくれた。セカンドダーリン。誰がダーリンだ、気が狂ってるならそのまま寝てろ。やだー、こんな暗いところで一人にしないでー、あー。まだ、服従の糸、の後遺症が残ってるのか。助けない方が良かったか。ダーリン、一緒にトイレ、チッチしたい。いっそ、誰か暇な毒虫いないのか？ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。